毎度ヤンです。本日もリアタイ動画上げていきますので、ぜひ最後までご視聴お願いします。今のところ結構絶好調。うおー、来たもんさ。いや、ランカーで打率6割近いっすね。北野日向子さん、よろしくお願いします。これ乃木坂の人っすよね。お願いします。いや、リボン両方青か、青持ちは強いな、マジで。さあ、当然ながらバッター糸井選手で、このストレートまずビタビタ行こうか。もうギリギリボールでもいい。オッケー、このフォーク投げて、よし。いや、ガチうま、ガチうまや、相手。あ、エンジョイさん本当に頑張ってください、ありがとうございます。ということで、ここが、ああ死んでくれや、飲んだらいけたやろ、テッソ。いや、ここ一回松市投げてみようか。あ、松市投げて、よし、これ、いや、落ちるんちゃう。うわ、もうええって。いや、これこっちの甘つし行こうか。ここの甘いツーシーム行って、あ、うまい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 、これが6割通じるツーシームですよ。6割も通じるツーシーム。いや、これここのホークスね、ここ1回ツーシーム投げとったんで、きっと、おし、これブラッシュ、おー、トリックプレイでサクレット。あえてノーバンで取らんっていうね、村林考えた。いいよ。さあ、当然ながら1番バッター村林ですね。相手が山本由伸さんなんで、あ、こっちの方か。さあ、集中してこ、オッケー。あー、初球が消えていく。さあ、ワンストライク、はい、はい、オッケー。村林外角は通用しない。いや、これからちょっと考えたことだって、村林よく外角投げてくるじゃないですか。で、よくあのライトの方向に行ったら、もうね、あのパワー不足。おっしゃ、これ来た。おっしゃ、いや、ガン決まりやん、完全に。いや、これ流れ乗りたいな。ってことで、あの村林なんですが、よいしょ、これ抜ける、オッケー。引っ張り警戒、シフトに恵まれてるわ、完全に。これから外角投げてきたら、もう全部引っ張ったろかな思って、村林の場合。もうね、パワー不足が多いから、もう基本的にね、あれ多分引っ張らないと無理かなって最近思ってきたんですよ。あー、ミスったボールか。いや、これ大気を出せたらここまで下げられる。いや、このスプリットはずるいわ、あれは落ちなあかって。そしたらここ1回ビタビタ投げてみよう。1回ビタビタから攻めて、よっしゃ、これ取る、オッケー。おい、危ない、テッド。一回ここビタビタストレート行くか。ビタビタのストレート、あ、いい球、それ取られるわ、マジうまいと思うわ。マジか、あれ反応できんの。いや、ここセンター方向行ったんやけどな。センター方向頼む、そっちですか。うますぎる。まあまあ、猛者に対してね、もう3点はもう当たり前やと思ってるんでね、やっぱり。いやー、これちょっとえぐい、あかんわ、どうしよう。いや、もう一回ここのフォーク行くか。ここのフォーク行って、センター、センター、よし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 、危ない、これは怖い、打ち上げるのは怖い。いやー、ツーシーム2連チャンいけるか。ツーシーム2連チャン、よし、これ取れ、オッケー。いっぱい警戒、ナイス。いや、ここ1点差はでかい。さあ、相手もね、これ延長持ち越したらもうボコボコ打たれると思うんで、オッケーオッケーオッケー。さあ、ここ集中していこう、大谷さん、ビッグフライ見してくれよ。あ、オッケーオッケーオッケー。さあ、集中。さあ、バッティングアウトきました。さすがにそれは負け、負け、おっしゃ、かき割り、最高すぎる。いや、めっちゃ気楽やわ、これ。一回落合さん出して、ここでもさよなら持ち越した。さよなら行こう、さよなら行こう、ここで。さあ、広角出てるよ。さあ、ご集中。いや、遅れます。なんでここでバッティングクソ出てくんねんな。さあ、丸選手は一番打ちやすいぞ。よし、これは宇宙か、 OK、 ナイス、 OK、 ちょうどでかい、ちょうどでかいぞ。さあ、ここでやってまいりますのが世界の村林だ、世界の村林。さあ、言わせてくれ、村林にはこの球場がちっちゃい。村林にこの球場はちっちゃかったって言わせたいんです。追い込まれた村林は強いよ。よし、これだけ、 OK、 ナイス。引っ張りをもうね、意識してるんでね。さあ、掛布さん、いや、めっちゃ速いストレート、速すぎやろ、あのストレート。いや、ちょっと待って、今のはショックやわ。さあ、ここワンワンっすね。いや、ボール、いや、抜けるのもしたかった。
いやー、大勢ありがとうございました。いやー、勝てた、よかった。あ、どうも、掛布です。いや、なんか今日のカメラワークちょっとおかしないですか？あれ、あ、なんでそんなカメラワーク遠いんですか？ちょっと喋りづらいんですか？大変ありがとうございました。いや、皆さんご視聴ありがとうございます。またのチャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。では、また。